アックマン釣り機構へようこそということで、今回もやっていこうかななんて思います。今日はちょっと出足が遅いですね。もうすでにもうすぐ9時かなっていうとこですね。ちょっとまあ出発が遅かったんで、最初小島漁港に行こうかななんて思ってたんですけど、まあちょっとこの時間やったらもうさすがに小島漁港やと、まあ人気があるスポットなんで、いい場所で釣りができひんかななんて思ったんで、ちょっともう少し足伸ばして恵那漁港にやってきました。まあ今日はちょっといろいろと胴付き仕掛け以外にまた泳がせずり、それとあと前回ちょっとやったサビキ釣りをやってる時に、まあアジがちょっと回ってこなくて釣れなくなった時に、まあちょっとサビキ針に餌つけて落としてみたら結構簡単に釣れますよっていうのを、まあ前回で説明してたんですけど、それをちょっと実践でやってみようかななんていうのも思ってます。まあそんな感じで今日も一日、まあ餌が長かったらいいですね。ということで頑張っていきますので、よろしくお願いします。さあ泳がせ釣りのセッティングできたんで、まあキャストして放置しながら他の企画やっていこうかななんて思います。一発目はサビキで魚が釣れにくい時にサビキ針に餌をつけたら簡単に魚釣れますよっていう、そんな動画作っていこうかななんて思って始めたんですけど、まあうまいこと言ってその動画別個で一個上げたんですけど、まあ視聴回数上がらないと思ってたんですけど、結構見てくれる人が多くて、ただもう編集入ってしまったんで、この動画にもちょっと入れていくっていう形になったんですけど、まあもうすでにその動画見てくれた人は、ちょっと今回チャプター機能っていうのを発見したんでチャプターつけてますので、本編まで飛ばしてみてください。よろしくお願いします。サビキ釣りやってて、まあアジが回ってこなくて釣れない時ってありますよね。まあそんな時にやっぱりね、ファミリーとかで来てたらやっぱりお子さんにもいっぱい釣らしてあげたいですし、まあお父さん自身もね、そこそこ釣ってかっこいいとこ見せたいと思いますんで、まあそういうアジが回ってきてない時間に、まあちょっとどうやったら簡単に魚釣れるかななんていうのを今からちょっと実証してみようかななんて思います。まあとりあえずまずは普通にサビキ、落とそうかななんて思うんですけど、まあ僕はサビキ釣りほぼほぼしないんで、まあ特にカゴとかは持ってこずにサビキ針と重りっていう形で、もう餌は一切つけずに、もうカゴに餌を入れたりもせずにちょっと落としてみようかななんてまず思います。まあ、こんな感じですね。サビキ針とあとまあカゴの代わりに重りですね。アジの回遊が終わってちょっとサビキ釣りで魚が釣れなくなってきた時間、足元には結構魚の姿が見えてるのに、まあなかなか足元にサビキカゴ落としててもあまりヒットせえへんななんていう、そんな時ってよくありますよね。まあそんな場合に結構有効な手段かななんていうところでちょっと検証しようかなっていう感じですね。とりあえずまあサビキの疑似餌だけやとやっぱりなかなか反応がないですね。結構みんな反応させようとして結構苦労するんじゃないですか。よいしょ。やっぱり釣れる気配はないですね。やっぱりこのサビキ針、魚がかなりテンションマックスになっている時にはこの疑似餌に餌がなくても食いつくっていうような形ぐらいになってくるんですけど、まあ魚の活性が低い時にはやっぱりこの偽物の餌やと見破られるっていう形になるんで、でまあ活性の低い時間はなかなか魚がかかったりすることがないかななんていう感じになりますよね。じゃあ次はちょっとこれに青磯目ちょっとつけていこうかななんて思います。もうほんまにこの針に
ほとんど針とのサイズと変わらんぐらいのサイズぐらいの青い染めで大丈夫です。さびき針に青い染めちょっとつけていきましたんで、今度これで落としていこうかななんて思います。まあこんな感じですね。ほんまに針にちょんだけみたいな形でかけるだけでまあええかなと思います。ということで、さびき針の小さい針に青い染め切り刻んでつけてみたんですけど、まあちょっと一発撮りで決めたいななんて思ってるんですけど、まあなかなか僕はどんくさいんで、こういう時に失敗する場合も多いかななんてちょっと不安になりながら餌を落としたっていう感じなんですけどね。さあどうでしょうかね。決めたいですね。よし、これです。来ましたね。投げてもう一瞬でかかりましたよ。実証完了って感じですかね。よいしょ。ちょっともうやめる前にもう一発だけ投げようかなと思ったら北枕釣れましたね。ただ針が細すぎて北枕の口で一瞬で糸切られてしまいましたね。まあとりあえず、まあ、北枕も釣れました。では定番の青い染めからやっていこうかななんて思います。まあサビ切りちょっと足元を、調べてみたんで、もう早々にちょっと遠投から始めていこうかななんて思います。ということで本編スタートっていう感じなんですけど、お、早々にヒットですね。いやー、やっぱり針のサイズを上げて胴突き仕掛けでやるとヒットする魚も少し大きいかなっていう感じで、ちょっといい引き見せてますね。結構よう引きますよこの魚。何が釣れたんやろう。安定のフグが来ましたね。ちょっとこれ茶色っぽい感じでちょっと綺麗ですね。いつものフグもう少しなんか模様のとこが黒っぽい感じがするんですけど、だいぶ茶色い感じでなかなかいい感じですね。さっきは遠投言うてもちょい投げぐらいやったんで、もう一ちゃんちょっと遠くまで飛ばしてみましょうかね。またもやヒットって感じですね。一気にそこから引き剥がしてすごいスピードで巻いてますよね。でも結構地形が複雑なとこを巻いてるときにはある程度このスピードでやらんとローギアのリールなんで、すぐに潜られてしまいますよね。さあ次は何が釣れたかな。定番のチャリコって感じですかね。いやー、めちゃくちゃ遠投したのに相変わらずのチャリコですね。まあチャリコも綺麗な魚なんですけどね。とりあえずちょっと寝がかって胴突きの下張りの方はちょっと切れてしまいましたね。とりあえずまあ針1本だけになったんですけど、ちょっと今度は青い攻めの代わりにマムシをちょっと投げてみようかななんて思います。ちょっと魚変わればいいんですけどね。結構奥の方は砂地っぽいんで、マムシにしたらカレイなんかも狙えるんかななんて思ったりもするんですけど、まあなかなかっていう感じですよね。結構ハゼやら前トラギスですかね、そのあたりはちょっと釣れたんですけどね。どう思うけどまたフグよいしょ。
マムシでもフグですね。っていうかさ、こいつさっきのやつと同じやっちゃうか。色が一緒やね。いやでもまあエナ漁港のフグはこんな色なんかな。少し胴付きの方でも木はちょっと調べてみようかなって感じですかね。いや、キワでもチャリコですね。ちょっと次はシラサエビ使ってみようかななんて思います。まあシラサエビ使う場合、結構カゴとか使って大量にシラサエビばらまいて釣るっていう形の釣りが多いかななんて思うんですけど、まあ僕は胴付き、最強やと思ってますんで、とりあえずカゴとかなしで胴付き仕掛けの針につけたこの2匹のシラサエビで魚誘えるかどうかちょっと試していこうかななんて思います。今回シラサエビを使うことで久しぶりにメバルなんかも姿見たいななんて思ってちょっとやってるんですけどね。でも反応はすごいいいですね。シラサエビやっぱり最強の餌やって言われてるだけありますよね。いやちょっと今足元やってたんですけど、ちょっと白浅つけて円筒もしてみましょうかね。よいしょ、ベラですね。今週のエナ漁港はちょっとフグとベラとチャリコですかね。そのあたりがだいぶ集中してるっていう感じで、結構遠投でシラサ投げてもベラやったりっていう感じですかね。でも結構いろんな魚影っていうんですかね、結構塊が回遊してくるっていう感じで、今日なんかひょっとしたらいつものこの胴付きじゃなしにしっかりとサビキの方が良かったのかもしれないですね。いやちっちゃいベラが釣れましたね。このちっちゃいベラはほんま綺麗ですよね。色が赤の具合がすごい綺麗。しかし今回の釣りなんですけど、釣りに来る前仕事終わって家帰って準備してたんですけど、一番大切なアイスベストのバッテリーはカバンに積んだんですけど、アイスベストそのものを忘れてしまって、今日も暑そうなんでかなりハードな釣りになりそうですよね。今日は初めから夜まで釣りしようと思ってたんで、まあやってるとこの時点で体持つかななんてちょっと心配になってきましたね。よいしょ。いやーよう引くけど服ですね。釣りに来るとき竿とかリールとか、まあ道具いろいろこだわるのもまあいいんですけど、一番はやっぱ快適に釣れる装備っていうんですかね、それがやっぱ一番大切なんかななんて思ったりしますよね。後半になってきたらもう体が熱すぎてなんか変にイライラしちゃって、なかなか釣りも大変になってきましたね。今日はチャリコかベラかフグですね。他のやつがちょっと来ないですね。いやしかしちょっと遠投しても手前に落としても今日はフグ、チャリコ、ベラっていう感じで、ちょっと違うタイプの魚をなかなか見ることができないような感じになってるんで、ちょっと難しそうなんですけど、奥の方って言えばいいですかね、テトラ体があるんですけど、そのテトラの前あたりっていうんですかね、ちょっと危険を犯してそちらの方に遠投してるっていう感じなんですけど、まあそちらの方でも
またちょっといい感じのヒットはあったんですけどね。さあちょっとうまいこと複雑な地形をかわしながら巻いてるっていう感じなんですけど、釣れたのはどうもチャリコみたいですね。いや、なかなかどこ投げてもちっちゃいですね。熱い釣りを求めて新たなステージが今始まる。プレゼンテッドバイアックマン釣り機構。そろそろウインナー焼けてきましたね。いい感じです。やっぱりアイスベストがなかったんで、今日は暑すぎてもう12時ぐらいにはちょっとヘトヘトになって休憩しようかなっていう感じで、でもまあ逆にちょっといつもは釣りに集中しすぎてバババッと昼飯なんかも食ってしまうんですけど、ちょっとのんびりサイドオーニング広げてバーベキューっていう感じですね。なかなか今日はちょっといつもの釣りと違ってちょっとゆっくりのんびりしながらやろうかなって感じですよね。ちょっとキャンプ用のちょっと椅子買ってきたんで、なかなか楽ですよね、これぐらいの椅子になってくると。あれやっぱり車を横付けにできる堤防はいいですね。こうやってキャンピングカーのサイドオーニングとか出してのんびり日陰作って休めますんで。いや、いい感じです。さあ昼食休憩も終わって、後半は内側の堤防で釣りをしてたんですけど、まあ、内側に来てようやくちょっと違う種類の魚上がりましたね。よいしょ、またもや念仏台ですね。よいしょ。今回の動画、目新しいことがちょっと少ないんですけど、このヒットがようやく一番の見どころになります。いや、なんか最強にちっちゃいベラ釣れましたね。こんなベラ初めてや。よいしょ、これはすごいな。これはちっちゃいこれはすごいなめっちゃちっちゃいベラ釣りましたねいやこれなかなかいいな。その魚の最大魚を釣るのも楽しいですけど、また反対に最小の魚が釣れた時もテンション上がりますよね。よいしょ。まあ、ちなみに内側の堤防なんですけど、結構大きめのゴロタイシが多いので、なかなかちょっと胴付き仕掛けの底釣りやとなかなか根掛かりが厳しいかなっていう感じでしたかね。途中ちょっと浮き釣りなんかもやってたんですけど、たまにやる浮き釣りはなかなかうまいこと釣れなくて、最終針をだいぶちっちゃいやつのミニアンジ状みたいなやつに変えてようやく釣れるようになったって感じですね。やっぱ釣れん時にはもう針をちっちゃくしてサビキのさっきのやつと同じような形でやると釣れますよね。いや、朝一から江田漁港を一日やってきて、小島漁港に移動してきました。とりあえずその立ち往とかが釣れるんちゃうかななんて思って期待しながら来たんですけど、まあまだちょっと暗くなる直前っていう感じで、もうちょっと暗くなり始めたら小島なんで、なんとか今年も同じ感じになりたいので、まあ、そんな感じで今日もよろしくお願いします。ちょっと早いですけど一投目行きましょうかね。まあ今回もタチウオ浮き釣りでやってるんですけど、まだちょっと夕焼けの逆光が
眩しくてなかなか茎そのものがあまり見えないっていう感じやったんですけど、まあ徐々に暗くなりだしてようやく茎のライトが見えるようになってきた頃っていう感じですかね。今回小島漁港での唯一のヒットっていうのがありました。まあ今回はこの暗くなる前のヒットのみで結構夜の9時ぐらいまで頑張ったんですかね。まあまあ今回はタチウオはちょっと釣れなかったっていう感じですかね。でもまあこの夕方小島漁港で唯一の1匹にはなるんですけど、久しぶりのサバ釣れたっていうのがまあまあ嬉しかったですね。まあ結構どれぐらいぶりかな、かなり久しぶりやったような気がします。久しぶりに見るサバは結構魚体も綺麗でなんかちょっとテンションも上がりましたね。まあまあ小島漁港今回はあまりいいとこなかったんですけど、まあ来た回はあったかななんてそんな感じには思ってますね。しかもまあ引きずりのヒットはちょっと楽しいですよね。何回もちょっと浮きが沈んでちょっと軽く合わせてみたんですけど、ちょっと一発目は乗らんかってっていう感じで、ただもう少しその周辺でちょっと粘ってみたらもう一発浮きががっつり沈んでくれて、まあ次はしっかりと乗ってきたっていう感じですね。まあそんなにサイズは大きくないんですけど結構走ってくれましたね。いやタチウオじゃなしに安定のサバって感じですね。まあ、サバもちょっとサイズちっちゃいですね。いやとうとうキビナゴがなくなってしまったんでそろそろ終了しようかななんて思います。今日は朝の9時ちょっと手前ぐらいからスタートして、まあ移動1時間したんで結局10時間ぐらい釣りしてたんですかね。まあなかなか朝方からちっちゃいのばかり釣って、とりあえずなんとか夜来て小島漁港で1匹でもええの釣れたいなと思ってたんですけど、まあちっちゃいサバ1匹だけでしたね。まあまあだいぶ疲れたんで今日はちょっと軽く仮眠してから家帰ろうかななんて思います。まあこんな感じで、この辺りで終了しようかなと思いますので、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録なんかしていただけたらありがたいのでよろしくお願いします。